なんか最近本当にあの福岡博多はですね、豚骨以外の店っていうのが結構増えてるんで、醤油ラーメンとか塩ラーメンとかなので、豚骨が無性に食べたくなるんですよね。はい、川端商店街です。今日は7月に移転オープンしたこちらへ、はい、岡本です。あの渡辺通りに屋台があるラーメン屋さんなんですけれども、あの中洲にあった店舗が、川端に移ってきました。早速行ってみたいと思います。もう中洲時代と変わらない強めのスープですね、九州醤油の甘い感じがして、なので博多ラーメンとか長浜ラーメンというよりもちょっと豚骨醤油っぽいような、独特な味わいは変わりません。実は僕結構来てるんですけど、屋台の方に行ったことがないので、今度は渡辺通りの屋台に行ってみたいと思います。というわけでごちそうさまでした。